今回は、東京都江戸川区の、事故物件4件を散歩してみるぜ。江戸川乱歩もクリビツな、事故物件。それでは、ゆっくりしてってねー。事故物件1、東京都江戸川区、篠崎町、1丁目の2、都営新宿線、篠崎駅から、篠崎駅交差点を、左折して、篠崎駅通りに入る。篠崎通りを240メートル道なりに進む。東京のベッドタウン、高層ビルも少ないわね。三つ目の信号を右折して、すぐに左折する。左折後、160メートル直進して、左側に見える建物が、本日一軒目の事故物件だぜ。この画像だと、工事中みたいだけど、ここでは何があったの？ここは、かつてアパートだったんだが、そのアパートの一室で、女性が男性を、刺し殺す事件があったんだ。もしや、浮気発覚からの逆上とか、この手の話はよく聞くわよね。事件の情報はこうだ。事件当日、アパートに住んでいた25歳の男性から、元カノに腹を包丁で刺された、と110番通報があった。前回、早、って、お腹を刺されたのに、電話するほどの体力はあったんだね。警察が駆けつけると、男性は、アパートの部屋から逃げ出して、脇の駐車場に、うずくまっていたんだ。部屋からも逃げれるくらいだし、思ったより、軽傷だったのかしら。出血を甘く見ちゃダメだぜ。男性はすぐに、病院へ運ばれたが、7時間後に、出血性ショックで、この世を去っている。つまり、重傷を負わされても、すぐに逃げ出し、警察を呼んだってことだよね。そうなる。むむ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 。これは、元カノに相当恨まれてるわね。と、一方的に別れを告げて、浮気相手と、いい関係になろうとしたところに、元カノが乗り込んできたんだよ。ところがだ、この男性は、元カノと事件当時も、同居していて、その日も、一緒にいたんだぜ。なんで、別れてたんじゃないの？これには、いろいろ事情があるんだ。それに、二人の関係に別れを告げたのは、女性の方だぜ。ますますわからない。状況がわからなさすぎて、頭爆発しそう。体がないのに頭が爆発したら、何にも残らないだろうが。あ、そっか。じゃあ、私の頭が爆発しないうちに、説明しちゃってよ。とりあえず、女性の動機を教えて。女性は、男性を刺した理由について、逃げたい一心で刺した。彼と離れたかった、と供述。自分から別れたのに、彼と離れたかった。まさか、男性が女性を閉じ込めて、外へ出れないようにしていたの。なんて卑劣な。まあまあ、落ち着け。女を、なんだと思っているの？とにかく落ち着け。実は女性の供述には、嘘が含まれているんだ。男性は、濡れ衣を着せられたんだよ。え？事件発生直後、男性の友人が、ネット上で真実を語り始めた。簡単にまとめるとこうだ。加害女性は、好きな人ができたと、被害男性に、別れ話を切り出した。ほうほう。しかし、加害女性は、お金に余裕がない上、事件当時、未成年だったため、新しい住居が決まるまでという条件で、被害男性は、加害女性との同居を続けていたんだ。あらま、未成年と社会人の危ない関係？念のため言っておくと、未成年と言っても19歳だからな。なんだ、ちょっと残念。霊夢の脳内で、何が思い浮かべられたのか考えるだけで、恐ろしいぜ。で、結局加害女性の新しい住居は、見つかったの？ああ、新しいアメリカ人の彼氏と、渡米することになった。渡米？海の向こうじゃん。話の展開が、奇想天外すぎる。それを言うなら奇想天外な。加害女性の渡米が決まり、男性はようやく解放されるはずだった。以前から加害女性は、仕事で疲れている男性に、男と電話するから出てって、と追い出すなどしており、家賃や光熱費も、被害男性任せだったんだ。この女、好き放題やってるわね。渡米を聞いた時は、翼が生えて、飛べそうなくらい、嬉しかったでしょう。しかし、事件は起こった。その日、ベッドでスマートフォンを操作してた、被害男性に、女は、台所から持ち出した包丁を、突き立てたんだ。男性を刺す理由が、見当たらないわ。男性は、後に死亡。女性は、部屋で現行犯逮捕された。逃げずに部屋にいたの？怖っ。結局女性は、何を思って男性を刺したのよ。実は、アメリカ人の彼氏には、もてあそばれていたんだ。もちろん、渡米の話もなくなった。は、ざまあみろ案件ね。しかし、そうしたことに腹いせに、無関係な男性を、刺したんだ。は？もてあそばれていたのも人のせい？どんだけ永遠な、人格なのよ。未成年事件とはいえ、極刑を望むわね。そうだな。
刑期を全うして、改心、更生をしてほしいな。そして、被害者のご冥福をお祈りするぜ。事故物件に、東京都江戸川区、南篠崎町3丁目、6-11、都営新宿線、水駅前ロータリーを、左に進む、140メートル進み、交差点を左折。さらに190メートル進み、交差点を右折する。67メートル進み、右側に見える建物が、本日2件目の、事故物件だぜ。公園に、飲食店もたくさんあるわね。休日は、親子連れで遊ぶ姿が、目に浮かぶわ。で、ここでは何があったのよ？ここでは、周辺住民を恐怖に陥れた、殺人、死体遺棄事件が、発生しているんだ。アンビリーバーボー、リアル鬼ごっこ、開始。周辺住民の日常を、取り戻せ。のんきなやつだぜ。事件は、平和な一日の中で起こっていた。出勤してくるはずの同僚が、出社していないことを不審に思った、50代同僚が、交番に、連絡が取れないと、届け出を出したんだ。犯人とリアル鬼ごっこ中で、仕事どころじゃ、なかったのかな？そんな命がけの鬼ごっこなんて、勘弁してほしいぜ。というか、鬼ごっこから離れろ。わ、今度は、マリサが鬼になりそう。誰のせいだと思ってるんだか。脱線しそうだから、話を戻すぜ。警察は、男性の自宅で、あるマンションの一室に訪れた。鍵のかかった玄関を開けて、部屋に入ると、60代男性が、顔から血を流して、死亡していた。体には、殴られたような跡と、首を絞めたような跡があり、現場からは、ゴルフクラブも見つかったんだ。つまり、ゴルフクラブで、ボコボコにした上、首を絞めた、ということになる。もうやめて、その男性のライフはゼロよ。男性は30代の長男と、二人で暮らしていたが、事件後から、長男とは連絡が、取れなくなっていたんだ。あれ？玄関には、鍵かかってたんでしょ？壁をすり抜けたりしたの？窓から外に出たようだ。ここから、警察と長男の鬼ごっこが始まる。と、言っても防犯カメラの映像から、長男は、すぐに捕まっているけどな。防犯カメラ最強ね。でも、なんでボコボコにして、殺してしまったの？どうやら、事件が起こる前年に、母親が亡くなったことで、父親と、うまくいかなくなってしまったようだ。それだけ、母親の存在が大きな支えになっていたんだね。事故物件3、東京都江戸川区、船堀3丁目、16-5、船堀駅から、船堀街道に出る。船堀街道を、火災方面に97メートル進み、左折。左折を、350メートル直進するぜ。純散歩の撮影をやっていそうな、街並みね。左側に見えるこの建物が、本日3件目の事故物件だぜ。大きいマンションね。ここでは何があったのかしら？ここでは、女性が夫に刺し殺される事件が、起きているんだ。夫婦間のトラブル発生。夫婦になってから、うまくいかなくなることって、よくあるよね。お前は誰目線で話してるんだよ。じゃあ、夫婦喧嘩じゃないの？いや、この夫婦の息子が、両親が揉めている、と、警察に通報することで、事件が始まる。ほら見なさい。私の勘も、外れてばっかりじゃないのよ。とはいえ、この事件は、ただの、夫婦喧嘩の末の殺人では、終わらなかった。え？通報した息子は、母の腕に、包丁が刺さったままだと、警察に伝える。警察が駆けつけると、腕だけではなく、腹部や胸部にも、刺し傷がある女性が、倒れていたんだ。そして救急搬送されたが、病院で、死亡が確認されることとなる。こんなよ、トラウマになるよね。息子さんって、一人で両親の喧嘩を見てたのかな。当時夫婦には、3人の子供がいて、5人暮らしを、していたようだ。息子たちを放り出して、自分の妻を殺すなんて、ひどい男。さっさと捕まえなさいよ。夫はどうしたわけ？警察が到着した時には、夫はすでに、マンションにはいなかった。すぐに捜索が行われたが、次の日には、捜査は終了する。捕まえたのね？ああ、動かぬご遺体となってな。へ？ちょっと待って、何があったの？ダブル殺人事件。自ら、命を絶ったんだ。事件翌日、人が首を吊っていると、110番通報があり、現場に急行した警察が、幼稚園のベランダで、首を吊っている夫を、発見したんだ。なんか、背筋が寒くなってきたわ。この部屋、なんだか寒くない？ほら、白い煙みたいなのも見えてきてる。そうだろうな。
さっき、ドライアイスを霊夢の背後に置いておいたから。やけどしちゃうじゃないの。気づくの遅いだろ。ま、タイミングよく怖さを演出させられて、よかったぜ。そんな演出いらんわ。にしても、息子さんたちのいる場所での、殺人。そして、幼稚園で首を吊るなんて、とことんトラウマを植え付けていったわね。ああ、罪の意識があるのなら、命を絶たずに、実施するべきだった。だが、なぜ喧嘩になったのか。命を絶つまでに、夫が何を思って幼稚園に向かったのか。それは全て闇の中に、沈んでいった。事件自体は、終わったことだけど、そこに潜む思いは、謎のままなのね。事故物件4、東京都江戸川区、北小岩6丁目、38-10、京成本線、京成小岩駅北口を出て、上小岩小学校方面に、300メートル直進する。民家も多いけど、クリニックとか、医療関係とか、美容関係も多いね。霊夢には必要なさそうだけどな。ねえマリサ、今日、すごい当たり強いよね。この前マリサが取っておいた高級プリン、食べたのまだ怒ってるの？別に。お気に入りのアイスまで食べたことだって、怒ってないぜ。気にするな。絶対根に持ってる。300メートル進み、右折。右折後すぐに見える、この建物が、本日4件目の事故物件だぜ。そんなに離れてない場所に、警察署があるけど、ここでは何があったの？ここでは、女子高生が被害者となる、計画殺人事件が、起きている。計画的犯行？一体、何をどんな風に計画していたのかしら。その女子高生は、相当恨まれていたの？事件の情報はこうだ。ある家族から、捜索願いを受けた警察は、捜索に当たっていたんだ。捜査の対象は、17歳の、女子高生。そして、女子高生が最後に接触した、男性にたどり着く。最後に女子高生と会った男性、その人が犯人で、間違いないわ。霊夢の山間も、当たるもんだな。そう、最後に会った男性こそが、犯人だった。きっといかにも怪しい、真っ黒な姿してるわね。真っ黒かどうかは知らないが、この犯人は、警察が捜索している時に、人を殺した、と、自ら110番通報してきたんだ。実施してきたの？計画的だったのに、いざ殺してみたら、怖くなったのかしら？何にしても、実施してきたなら、女子高生も、すぐ見つかるのよね？女子高生は、犯人のアパートで発見されたが、首を絞められ、発見時、すでに息はなかったんだ。一体この二人に、何があったの？男女の関係？地上のもつれ？男女の関係でもなければ、地上のもつれでもない。犯人は、生活が苦しくて、自暴自棄になっていた、と語り、殺したのは、興味半分、と供述し始める。興味半分、むしゃくしゃして殺した、と同じくらい残酷な答えだわ。それって、女子高生じゃなくても、他の人が犠牲になる可能性もあったのよね？どうだろうな。犯人と女子高生は、かつて同じコンビニ店で勤務していた仲だった。犯人は人間関係でうまくいっていなかったようで、アパートに訪ねてくるのも母親だけという、ぼっちな生活を続けていたようだぜ。なるほど。コンビニで勤務していた頃、一番話しやすかったのが被害者の女子高生だったそうだ。犯人の勤務態度は特に異常もなく、精神的に参っているようには感じられなかったという。でも男性は生活が苦しかったんだよね。裏でギャンブル三昧とかやってたんじゃないの。どうやら金融機関に借金をしていたようだな。どのくらい？100万円。それはコンビニ勤務じゃ難しいかもね。毎日のご飯をオールもやしにしても厳しそう。一方、女子高生は学校の欠席もなく、皆勤賞を絶賛更新中で、真面目を絵に描いたような生徒だったそうだ。真面目な人が、こういう事件に巻き込まれるのって、本当やるせない。犯人は、女子高生に、化粧品サンプルをあげる、と、自宅アパートに招き入れ、この段階でもう、危ない。その場で、女子高生の首を、ブレザーで締め上げた。そして携帯電話は、GPS からの発覚を恐れて、遠くに吐き、さらに、現金7000円を奪ったんだ。7000円じゃ、借金100万円をどうにかできるわけ、ないでしょ。お金が欲しかっただけ？だろうな。しかし、男性の犯行は、これだけじゃなかった。女子高生はもう、亡くなってるよ。その女子高生の服を、脱がせてたんだ。まあ、まさか、そういった趣味。女子高生が発見されたのも、浴室だったし、犯人の自宅からは、大量の DVD も、発見された。ディズニー映画でも集めていたのかしら。そんな生優しいものじゃなかった。DVD のタイトルのいくつかには、首絞め、の文字があったんだ。
首絞めに、興味があったってこと？ああ、実は、殺人そのものより、首絞めに関心があったようだ。人って、裏でどんな生活してるか、わかったものじゃないわ。またゾッとしてきたんだけど、マリサ、ドライアイス置いてないよね。置いてないぜ。犯人には、無期懲役が言い渡されたが、判決が下っても、亡くなった人は戻ってこないからな。亡くなられた女子高生のご冥福を、お祈りいたします。それでは、今回のゆっくり事故物件はこの辺で、事件、事故物件情報を、お待ちしています。チャンネル登録、いいねも、よろしくお願いします。